英号第3 6 3潜水艦は、大日本帝国海軍の潜水艦、E361 型潜水艦の3番艦、回転攻撃隊に参加、戦後初雷で沈没。以下、日本海軍の潜水艦名は、E363 戦闘と略記する。先に巡航した E362 戦において、魚雷発射艦が発生させる、艦首波が問題視され、 整流服をつけることで解決が図られた結果、イ3 6 2戦やイ3 6 1戦では、発射艦は使用不能となっていたが、イ3 6 3戦を得ては偽装委員長であった荒木大尉がこだわった結果、大尉をつけた上で、発射艦も使用可能となっていた1942年の改め後計画第5463号艦。 1943年5月1日、呉海軍交渉に適航。同年12月12日に浸水。1944年7月8日、竣航。横須賀鎮守布石。同日第11潜水船体に編入。9月15日、第7潜水船体に編入。10月9日、横須賀を発し、トラックメレイオンへの輸送任務に従事。10月21日に、 トラックへ付き、衣類など10トンを揚陸して10月24日トラック発。10月28日にメレオンに付き漁食75トン、重油5トンを揚陸。傷病者など7名を収容して、同日メレオン発。トラックへ向かう途中で便乗者1名が死亡した。10月31日にトラックへ付き、重油33トンを揚陸。 便乗者82名を乗せて11月2日にトラックを発し、11月15日に横須賀に帰還。12月10日、横須賀を発し、南鳥島への輸送任務に従事。12月17日に揚陸を行い、12月26日に横須賀に帰還した。揚陸物件は、両食88トン、弾薬10トン、その他10トンで、袋では便乗者60名を乗せた。 1945年3月5日、横須賀を発し、南鳥島へ2回目の輸送任務に従事。3月13日に南鳥島へ着き、3月30日に横須賀に帰島。輸送内容は不詳。3月20日、第7潜水船体が解体され、E363 船は第15潜水隊に編入された。E363 船は、 回転搭載艦へと改装され、5月22日に E363 戦と E361 戦で回転特別攻撃隊とどろき隊が編成された。E363 戦は回転5機を搭載し、5月28日に光基地を出撃。6月15日、沖縄の南東500海里で発見した目標に対して魚雷2本を発射。命中音。 遊泊女式物を徴収し、水平線上に炎も見えたという。E363 戦は、輸送船一石撃沈を報じたが、これに該当する連合国側の記録はない。6月27日、スクモ湾に入りパク。平尾基地を経て6月29日にクレに帰島ついで、e、E363 戦は、多門隊に加わり、回転5機を搭載して8月8日に、 パラオ北方500海里へ向けて、高基地を出撃。ソ連参戦に伴い8月12日に日本海配備となり、8月13日に五島列島沖を航行中のところを、アメリカ戦闘機による銃撃を受けて、死者2名、負傷者2名を出した。修理のため佐世保へ向かい、同地で終戦を迎える。8月21日、クレ木。10月27日、 アメリカ軍の命令による佐世保への開港のため暮れを出港。10月29日、悪天候の中、宮城県広瀬村沖を航行中に、E363 戦は食らいして沈没。生存者は1名のみで、艦長以下34名が死亡した。11月10日、除籍。艦長たちの軍艦主444ページによる、荒木朝吉隊員。 1944年6月5日、荒木浅吉退員。1944年7月8日、木原栄隊員。1944年12月1日、ありがとうございます。